ついた経緯というかそういうものなんですが、実は最初に私は和州の役でオーディションを受けていました。それでまあね決まらなくて、でまあどんどん始まって、あ私は決まらなかったんだなと思っていたらは、ある日清音という役で読んでいただいたので、あそういえば私和州で受けた、決まらなかったけどこっちに決まったんだなと大変嬉しかったですね。清音と共通している点は、そうだな、やっぱり真面目なところ、結構ね、やっぱり私もとても真面目なので、真面目で一生懸命なところ、それが共通しているので、その辺はもうとてもやりやすいですね。とにかく一生懸命、仕事一生懸命っていうようなところは、で、あんな優等生じゃないですけどね、私はもうちょっと出来損ないですけども、で全然違う点というと、違うのは、そうだな、違うというか、清音と三星って一緒にいつも大体出てくるんですけど、違うというか、私自身清音に近い部分と三星に近い部分とを半々ずつ持っているような感じで、清音と正反対というか三星に近い自分が割といますね。気に入ってるエピソードはまず第一に6話のラストシーンで、あの三星とアルバイトに疲れて銭湯へ行ってでカラオケを歌いまくってアパートに戻ってきて、ふっと一息ついて、はあ今月も赤字だわ、もっとアルバイト掛け持ち増やさなきゃダメかしらと言ってね、三星と言ったところに三星がもう空か寝てるんですよ、のんきに。それを見てしょうがないわねっていう感じでふっとお母さんのように微笑むっていうシーンがあったんですけど、みゃんみゃん人の気も知らないで、もう一曲デュエットしよう。もうそのワンカットで清音の三星に対する思いがねすごく出てたので、一番大好きなシーンですね、そのワンカットが。清音はねテレビシリーズになってやっとたくさん活躍しに出てくることができました。とても楽しい作品なので参加できて嬉しいです。あの清音はまあね三星に比べて大変優等生でもしっかり者っていうイメージで見てる人多いと思うんですが、まあ、しっかり者なんだけども、時々ドジだったりとか、すっごく一生懸命なんだけども抜けてたりとか、すっごいなんか三星に対してお母さんみたいな、あったかい部分があったりとかいろんな面があるので、ぜひテレビ版最後まで見て、清音の魅力を感じてもらえればと思います。三星ともどもよろしくお願いします。